今日は前夜祭でございます。スタイルカフェショーがいますね。キモいなキモいなやめればいいじゃん。いやまあ記念に、あ記念に、まあ前日の意気込みをね、意気込み、まあまだリハやってないけど、じゃあまねはしゃぎすぎんように頑張ります。はーい、はーい、どうぞ。こうやちゃん、Y ケンジでした。はいはい、何を、意気込みを、意気込み、前から見たらなるんじゃないですか。ギターを折ってやる。ラッパーこうやくんでした。いや、yeah. ゆきえマネージャーです。明日応援頑張ります。キモいなキモいなキモいなはい、ヨコさんです。てててれてれててててれてれて頑張ります。キモくてごめんなさい。僕の中で日々が澄み出していくだろう。君が僕にどうなって欲しいかは知ってる。そして君の愛なら大丈夫。あ、もうちょい行った後自分の声をお願いします。皆さん、押しとるから次1曲だけ止まって。じゃあちょっと始めて。うん、ボーカルやる曲の時にこう入れ替わったりするんですけど大丈夫ですか？うん、できればマイクさんの方がいい。はい、わかりました。はい、お願いします。こっちの方がモニター変わり感じないかも。いや、なんかこっちで歌った時の方がこの自分の声が返ってないかなと。あ、そうか、一発だけんか。いや、じゃなくて下げてます。あ、じゃあ本番ちょっと上げてもらっていいですか。
みんな見てね。いいですね。後ろの方ももっと前お願いします。もう一個見てください。はい、すごいカメラ出てます。どうですか、カメラ撮られる気分は。超嬉しいです。最高。みんなもバシバシと撮っちゃってください。最高だね。あ、やばい、なんかすげえ楽しみじゃない。テンション上がってきました。テンション上がってきた。いいですね。会社みたいなテンションの出番で、はい、負けられませんね、僕は。はい、はい、環境大学では何回目のライブなんですかね。ちょっと、あ、この文化祭でってことですか。はい、あ、文化祭では僕は3回目ですね。あー、本当ですか。じゃあ、常連さんですね、結構。はい、結構ね。あ、はいはい、はい、おー、おー、ね、聞こえにくい、ここ。あ、そうそうそう、あ、そうですか。すいません。え、僕は3回目ってことは何回目ですか。私は2回目です。でも場所が違うので、なんか今日は新しい気持ちで、新鮮な気持ち、はい、そうそうそう。あれ、よく見れば、そうそうみんなお揃いの T シャツ着てません。あ、わかった。あれ、これね、これね、キャラメル T シャツ、キャラメル T、 キャラメル T、キャラメル T シャツの T。 これはそこ前にいるマネージャーがいるんですよ。作ってくれました。はい、ここの2人。はい、あ、マネージャーさんが、周りがね、作ってくれた、作ってくれて、一緒にね、徹夜して作ったんですよ。何時までかかったんですか。5時ぐらい。何時間ぐらい、めっちゃかかったよね。10時。あー、そうなんですか。で、今日のために気合い入れてました。じゃあ、準備 OK ですか。まだのために。ありがとう。